シシュトワクシイケモルスバアガサガデンオープン。じゃーん、とうとうナッツいっちゃいます。さあ、とうとう、はい、イケモリ、ナッツついにいっちゃいました。踏み込みました。ネバネバ系をで、納豆アサリそば作ります。納豆アサリそば、アサリですか、これね、はい、俺アマチュア時代に札幌のすすきのにね、はい、イタリアンよく行ってたお店があったの。ちょっと店の名前忘れたけど、そこで納豆アサリってよく食べてたなと思って。へー、でもしかして、はい、納豆アサリって札幌の文化かなと思って、はい、パスタで納豆にアサリ入ってたパスタ食べたことある？ないっす。お、読めよ。ないっす。お、じゃあやっぱりそうなんだよ。俺もしかしてそうかもと思って。もうでも納豆をまとめに食べられるようになったら30ぐらいからなんで。そうか、岡山県はもう納豆はもういかないんだ。まああんまりないですね。家の冷蔵庫にあった親父が食ってましたけど、自分から突き好んで行くようになったのはもう30過ぎてから。お、やっぱり西はそうなんだ。いや、そうめっちゃ食べてました。お、ほんと、はい、福岡納豆もうポピュラー。もう食べますよ。へえ、そうなんだ。まあどんな味になるかちょっとお楽しみに。まあ材料ちょっと仕込んでいきます。はい、結構いくよ。こうすると惜しみなく盛れるじゃん。いい、そのように水にさらしておきます。ついでじゃん、大葉切ります。大葉、これ大葉もねめちゃめちゃ合うんすよ。ただ俺がその札幌で食べた納豆あさりには大葉が入ってたかどうかっつうのはちょっとね、あの記憶が定かではないんだけど。あ、でもその大葉と納豆と海苔、もう間違いないでしょ。イメージつくでしょ。なんかどっかで見た記憶はありますね。使っちゃいましょう。切っちゃおう。デイジュぐらい。成獣ね。だいたい成獣。成獣です。ちょっとはい、バンド用語。クラシックの世界では使わないでしょ、さ。使いますよ。あ、使うんだ。はい、でも音階は杖でって言うけど、はい、じゃあお金のことは言わないでしょ。いや、言わないです。あ、本当。まあ特にあのドイツ音階の言い方だからさ、まあクラシックの人の方がまあすぐ分かるよね。うん。俺最初はあのいや C で言ってくんないとかさ。だって A のこと A って言うから、ね、ああそう A って言うからさ、ね、何 A って。はい、誰もわからないものが。ピアノの人に A くださいっていう。音楽のやってた人しかわからないっていう。大葉も完成。さあ、ニンニク、まあ2人前ひとかけらかな。あ、やばい、前から教えてもらったんだ、はい、これ枝をこっち、枝じゃない、持つところをこっちに置いて、グサッ、うん、机の上に枝があると自分の指の分だけ、うん、深くいけるもんね、すげえな、科学だな、科学。科学ではないと。どちらかというとおばあちゃんの知恵。ああ、そうか、知恵。じゃーん、刻みニンニク完成、仕込み完成。それでは調理開始。ティーパン登場。ここにオリーブオイルを大さじ2にいきます。納豆とアサリって伺ってたんで、このオリーブオイルってこれなんか和えるんかなと思ってたんですよ。半分ぐらいにした方が。まあそうだね。半分、ちょっと半分じゃ足りないけど、こんぐらいかな。これを自分とじっくり火にかけていきます。ちょっと割としっかりこれ、ニンニクのでも香りの立ち方やっぱ違いますね、この国産ニンニクは。おお、なるほど。これ、青森さん、青森さん、そうかも、そうだね、そ
味見たら、見たらね、強いね、はい、強いんだやっぱり、強い、うん、これ一気に行きたかったな。そうだ、お湯沸いてからやればよかった。ちょっと休もうかな、これ、うん、しっかりニンニクにオリーブオイルが浸透したら、あ、7分も、あ、なんか6分でできちゃう、6分できちゃいます、うん、もうここからも秒数、本当にこの後食材入れて炒める時間はそんなにないってことですね。ないです、ないです、もう、あえて、はい、ある程度ニンニクを、はい、よし、このぐらいきつい色になったら火を止めます。じゃあ、煮出しの極み、これを使います。でね、1分半マイナス、マイナスってことは、浅田さん、はい、6分半なんで、マイナス1分半、はい、いいですか、いいですよ、よし、休憩、え、休憩でいいんですか。いいよ、5分、5分でこっち上がってなきゃいけないんですよ。楽勝っす、楽勝、楽勝っすとか、なんとか言いながらこう、うん、ピーポーピーポー、まあ、3分前だな。あ、でもやっとくか。さあ、それでは、はい、スープ、はい、じゃーん、アサリの水煮、これが食べに行ったイタリアはもちろん、あの殻付きのガチの朝です。ただこれがね、じゃーん、まんま、この汁を使っちゃいます。アサリの、アサリ入ってですね入ってるね、まあ、これで沸いてきます。ちょっと火を弱めます。じゃーん、今回セブンイレブンのこの納豆を使います。ここにも納豆入れちゃいます。ほう、そうきたかって感じ。納豆に火を入れる、うん、納豆も火が入っちゃうっすよ。じゃあ、ほんでもって、じゃーん、からしは使えません。あ、びっくりした、どんかな。じゃーん、これはね、納豆のタレ、はい、これ昆布がつおなんで、これはね、使えます。これ入れちゃいます。2つ入れちゃいます。で、ここに、じゃあ、にんべんオレンジ、これ大さじ2入れます。じゃん、あとはこれをそばが茹で上がったら洗って、ここにぶち込んで一緒に炒めて完成っす。おお、お手軽レシピですね。よし、火止めとこう。水分飛んじゃってもしょうがない。これ豆なんで全部ね。おお、ああ。このネーバネーバはどうなるんですか。ネーバネーバがね、ネーバネーバネーバの全くもって、はい、ネーバネーバ消えません。消えない。消えないっす。そうなんですね。納豆はね、マジ強い。 OK、 さあ、素早く、サクッと、あ、いい香り。この作業はここだけだね、やっぱね、パスタと違うところだね。炒めるといい、そうそう、いいえ、炒めるといいね、やっぱりね、なんていうか、そば粉が全部こう出ちゃうとなんかくっついちゃうんだよね。うん、うん、これはね、やっぱりひと手間ですけど、やってあげた方がいいっす。よし、ここにどさっ、マジで考えられない、はい、初めて食べる、そうですね、めちゃんこうまいよ。香りきてるね、香りが。そのさっきまで結構支配してたニンニクがもういなくなって、いなくなったでしょ。納豆天国ですね。
それは焼き面をつけるとかじゃなくて、なんかこれもうなじませてます。要はそばに入っていったら目安をして、まあ、ちょっと水分飛ばすぐらい。よし、完成。盛り付けていきたいと思います。じゃん。うわ、いや、綺麗に味の極み。まあ、十分も絡んではいますが、絵的にもね。でもって、じゃあまた出ました。てっちゃんのり。てっちゃん、使わせてもらうよ、てっちゃん。すごい友達みたい。先輩ですから。先輩ですよね。リガーさんのところの、この海苔、うまいの、マジで。この刻みじゃなくて。はい、で、これがね、もう目を追います。つまみじゃなくて、もうあの麺を隠れるぐらいね、海苔いっちゃいます。これがね、抜群にうまい。小ネギ、小ネギね。最後に大葉を。よし、おいオリーブオイル。最後にここにちょっぴりだけ雰囲気が洒落てる納豆あざりそば完成。いただきます。いや、お腹すいた。これをまた全部もうぶっかけそばのように混ぜます。混ぜ混ぜしてください。隣工事やってます。はい、想像つかない、まだ。そうですね、どう、全く。いただきます。言うとネバネバで口が広がる、あんまり広がらない。うん、うん、めっちゃうまい。納豆の出汁って、はい、な、今もう納豆入ってる感じになるでしょ。納豆の出汁ってあれ、もうそもそもそばつゆだからね、あれ。うんうん、めん、あ、まあ、めんつゆ、濃縮のめんつゆを昆布と足したりします、ね。うんうん、うん、やば、やば、やばがもう唇くっついたもん。これね、秒す秒。うん。あ、うまい。納豆の主張はどのぐらいまで来てるんですか。うん、まあ納豆だよ。あ、やっぱ納豆なんですか。うん、来てる。うん。絡んでるから、はい、なんつうんだろうね、もうあの納豆ご飯とはもう全く別な食べ物だよ。うん、でもやみつきになる。うん、でも、もう12時もあったんでね、山形と浅田にも食してもらってまた感想を聞きたいと思います。じゃあ皆さん、後ほど。ごちそうさまでした。これまたカメラが回るまでの時間が1分。1分、1分はいいですね。1分経ったか、2分、はい、2、3分、はい、いや、美味しかった。でね、食べつつこの幸せの出汁、これをガンガン振ってください。さらに美味しくなりました。最初からもう入れといてもいいかもしれないぐらいこれ合うね、はい、いや、では初納豆あさりそばを食べた浅田さん、はい、なんかあの納豆っていうとやっぱりあのネバネバ系 の、 あの冷たい、うんうん、あのお蕎麦とかでは使う食材ではあるじゃないですか、はいはいはい、お蕎麦と納豆、うんうん、それをなんか炒めることによってあの納豆 の、 その香ばしさとかも立って、うんうんうん、なんかめちゃくちゃ美味しかったです。おで、なんかアサリ、アサリいいですね。もう どういう主張、浅田の中でアサリは。いや、なんか、うん、そのなんでしょう、めっちゃうまいって海感がね、海感が
シンプルな感想ですいませんが、はい、なんか合うんだなと思いました。はい、でやっぱりその幸せの出汁ですね、うん、これうまかったですね。これはありだね、はい、これやっぱ万能だわ。万能ですね。万能っす。思えば普通の納豆を食べるときにもそれ入れてもいいですよね。そうだね、幸せの出汁。そうだね、これ、はい、書いたんだっけ、まあ、結構何でもほら何でも使えますみたいなさ、はい、ことを歌ってるんですけど、納豆ありだね、はい、全然普通に溶かすときにこれ入れて、はい、さらに美味しいよ、ご飯止まんない感じだね、はい、もう今回も秒でした。秒だったね、はい、ありがとうございました、ごちそうさまでした。はい、山本さん、あの香りが立つものをいっぱい入ってるんですけど、優勝納豆ですよね、やっぱり、ね、ああそうだね。で食べられない人にとって、うん、そのツンとくるその匂い、独特の匂いとかはやっぱりでも普通の納豆よりは丸くなってるんで、火が、ああそうか、だからちょっと食べてみたいけどやっぱりなっていう人はこういうのでトライしてみるといいかもしれない、うんうんうん、なるほどなるほど、食べられるかもしれない、はい、そうでもやっぱり粘り場も生きてて、で大葉をやっぱ口に入れてこう噛むとやっぱりあの大葉の香りも立ってきて、うん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 、でもあれだけ主張してた青森産のニンニクは行方不明になるんですけど、多分味 の,、ね、味の下支えになってんだろうなっていうところで、てっちゃんはてっちゃんてちゃんいた。海苔はもう最高ですよ。てちゃんも愛、てちゃん愛すぎてさ、なんかマリアージュしすぎて。だから普段納豆食べるときに、うん、その納豆混ぜたときにその海苔と大葉とそのネギを入れて、はいはいはい、薬味みたいにしてそのあえて食べると、もう それで例えば、あ違う、海苔は、うん、その普通の平べったい海苔でそんな納豆混ぜたところに大葉とネギと入れて、うん、で海苔の上に納豆を入れて巻き巻き巻いてパクッと食って。はい、お酒みたいな、はいはいはい、全然そばと関係ない話してますけどまあでも要するにそれにそばだもんな、はい、今オリーブオイル で炒めたっていうさ、いやでも全然洋じゃないですね、和ですよね、超和だよね、和でしたね、うんうんうん、これは美味しかったです。だから納豆苦手な人はちょっとあれかもしれないですけど、まあいろいろ味変っていうかさ、アレンジもできちゃう。もともと例えばもうあのつゆ作るじゃん、はい、まあ、めんつゆ入れてんで納豆のタレ取っとくとかね、で取っといてちょっと、はい、ほら好みによってさ、山形ちょっと後でブーストしてたけど、ちょっと濃いのいいなって人のために、はい、納豆のタレを後でかけると、なんかそれもあれだよ、より納豆入ってる感アピールで、そうそうこうなんか後で自分でこう調理してる感じ、はい、まあもちろん幸せだしと、はい、いやー記憶ってすごいね。いや本当ですね、うん、あ納豆あさり食べてたなと思って、いや納豆もさ、その福岡どうやって食べるの納豆？納豆ですか、普通に食べますけどね、うん、いや普通、誰が普通、僕はあの俺の普通はさ、北海道はさ、はい、砂糖入れるんだよ。マジっすかでつゆ、あの納豆のね、出汁はね、いや最近は分からんよ、はい、俺は子供の頃は、はい、あのね、出汁はね、使わないっす、醤油もうだから、あのね、白ネギの、まあはい、いわゆる刻みネギ、あ、何、小口のネギに、はい、醤油に砂糖、あ、砂糖ですか、それでそっちの方が想像できないです、うん、想像つかないでしょ、はい、でも俺はもうそれで育ってっから、はい、東京出てきて、はい、え、納豆に砂糖入れるのって北海道だけだと思って、あ、いや北海道もさ、分かんないうちの方だけかもしれないけど情報募集してます、ね、そう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 いう食べ方ね、俺はね、はい、だから未だにそうよ、あ、まあめったに食べないんだけどね、俺納豆あんまり食べる家にさ必ず納豆がある、はい、うちじゃないんだけど、はい、まあ納豆ご飯食べようかってなったら、ね、はい、必ずやっぱりね、醤油、砂糖入れる、あ、うん、福岡、僕はあれですね、うん、ネギと青ネギ、青ネギとあの卵ですね、卵黄だけ、おお、生卵の、はい、わざわざ卵黄だけ入れて、はいはい、でタレ、あの納豆の出汁で食べる、醤油ですね、あ、それ使わず醤油入れる、はい、甘い醤油、はい、そうですね、だけど最近はあの僕あのタレ、あれ使う、タレ使いますけど美味しいんで、マスタードは、マスタード入れね、あ、入れます、入れます、あ、入れるんだ、はい、ま、洋辛子だけど和辛子でしょ、マスタード、あ、辛子、辛子も入れて、はい、生卵も全部入れて、はい、こう俺もとにかく辛子に弱かってさ、あ、それ砂糖入れる人からしてみたら逆ですもん、そうそう、なるほど、え、辛子ってなったの、あと、ただ今はもう普通にね、全然青ネギに、はい、タレに、はい、そのあるもんで、もうすごく美味しい、意味が分かった、あ、辛子合うんだねあとカレーに入れたりとかも僕はしますけどね、納豆、はい、ココイチとかでもあるんですよ、納豆カレー、はい、
そうなんだ。それですごい好きで僕。え、それはこっち来てからってことね。そうですね。福岡に行った頃じゃなくて、はい、福岡のあるあるじゃなくてね、はい、浅田個人的にカレー納豆好きだった、はい、もうこうなったらもう納豆はさ、何でも何でも合うってことだな。あ、え、岡山は納豆の食べ方、うちはもう売ってる潰しのままです。だからもうついてるそのまま、だからからしがついてるからし入れるし、ついてない、ネギも入れずにそのまんまんまんま。いやでもだから子供の頃は食ってなかったんで、あ、そうそうそうだ、山で30から食える。それ僕は今もその浅田が卵って言ってた、その卵を風味のこう甘いつゆがついた製商品があるんで、小粒納豆で、もうそれで結構だからつゆだくので納豆混ぜて、それで夜お酒のつまみに納豆を食べて、うん、ビール飲むみたいな、うん、渋いっすね。渋いね。ただ納豆ってやっぱ強いからさ、いや体にいい成分、ワインにはねまるで合いません。永遠ね、あの残っちゃう。もう納豆食べた後赤ワイン飲んだ、いや試してみて、みんなもう配信だ。なんか残りそうですね。すんごいね、あの全く噛み合わない。はい、足も汚れそうですし、マリアージュしなさそうです、ね、全然しない。いや、全国の皆さんの納豆の食べ方、ぜひ教えてください。納豆番組収集登録し、池森そば赤坂店のグッドボタンとチャンネル登録の皆さん、よろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。